こんにちは、シローです。今回は焼きそばを使った料理の紹介です。一つの焼きそばで2食作ります。まずは夜ご飯、お好み焼きを作っていきます。粉物に欠かせないのがこのうまいタレ、好きなだけ入れて混ぜていきます。ダマが気になるけど、まあいいでしょう。お好み焼きに入れる焼きそば、一つだと多いので半分に切ります。お好み焼きにネギって入れたかな、忘れちゃったけど、キャベツがない分だと思って入れちゃいます。今回使うのもこの卵焼き用のフライパン、油を敷いて準備します。お肉のことをすっかり忘れてました。切って焼いちゃいましょう。一旦取り出して生地を焼いちゃいます。冷凍して保存しておいたもやしをここで入れちゃいます。ネギも乗せて麺も入れます。そしてお肉に卵を混ぜてから入れちゃいます。具が乗ってない方の生地をふわっと持っていきます。うん、いい感じじゃない？よし、ひっくり返す準備をします。大丈夫かな。あー、もうダメな予感。あー、ダメだこりゃ。まあいっか、蓋をしてっと。今日は漬けておいたキャベツも一緒に食べます。お皿を選んで乗せたらひっくり返すよ。さあ頑張れ。せーの、とりゃー。なんだかうまくいっちゃったんじゃない？早く食べよう、早く食べよう、熱いうちに早く食べよう。ソースかけて。ダメかと思った。いやいい感じ。まあ、キャベツはないけどね。いいでしょう。こっちにキャベツ。とりあえずいただきます。いやよかった。本当によかった。どうしようかと思った。あ、嘘。麺しか取れなかった。とりあえず麺だけいただきます。うん、麺だ。おー、できた。いただきます。お好み焼きだ。よかった。キャベツの、なんかキムチっぽいの、うまっ。なんかいつだったか、そのサムギタンをねテイクアウトした時になんか辛い味噌がついてきて、でそれが余っちゃったからキャベツをそのタレでつけてみたんだけど、めちゃくちゃ美味しい。美味しかった。明日も頑張んなきゃ。なんかお風呂入って寝よ。よし、ごちそうさまでした。おはよう、朝です。今日はお好み焼きで余った焼きそばを使ってそば飯を作ります。まずは冷凍ご飯をチンします。ご飯はだいたい1分40秒でチンするよ。余った焼きそばはとりあえずラップでぐるぐる巻きにしておきました。なんだか大丈夫そうです。そば飯用に細かく切っていきます。いい感じにほぐして、
ちょっと焼く前にスープを作っちゃおっかな。わかめわかめ見つけた。あ、ご飯も終わったみたい。ウェイパーにうまいタレ、お湯を入れたらわかめスープの完成。さーて、ご飯ご飯。あち、意外と熱い。今日も卵焼き用フライパンで焼いていくよ。油敷いてしっかり取っ手をつけたら、まずは焼きそばから。あ、またお肉忘れてたよ。いつもごめんね。しっかり切って美味しく焼いていくよ。洗い物は極力減らしたいからね。食べるスプーンで混ぜちゃう。うん、わかめスープいい感じ。こっちもしっかり炒めて、いい感じになったらご飯。頑張ってほぐしていくよ。うん、だいたいいいかな。焼きそばの粉入れちゃおうっと。しっかり混ぜて。今日もプーさんにしようっと。上手に盛り付けられるかな。頑張れ頑張れ。よし、いい感じ。おー、上手。あれだけでも十分美味しいけど、もっと美味しくするために目玉焼き作るよ。うわ、形が。まあいいや、急いで水入れないと。取って外してしっかり蒸そうね。お、こんなところにお米が。食べちゃおう。漬けといた人参見つけたから、とりあえず乗せようっと。最後の人参。おー、しっかり焼けた。さあ頼むよ。慎重に慎重に、ゆっくりでいいから頑張って。一斉だこれ。ごちそうさまでした。行くか。